はい、こちらには本日東証一部に新規上場しました、証券コードが4249森六ホールディングスの代表取締役社長執行役員三輪重信さんにおいでいただきました。三輪さん、おめでとうございます。ありがとうございます。もう初値もつきました。公開価格に対して 10.2% 上回る2975円の初値をつけて順調に商いが始まってます。どんな気持ちですか？いや、なかなか緊張しておりますし、初値がどういうふうに推移するかということと、上場企業としてこれから本当の意味で社会に信頼される、はい、そういう会社になっていくということの重要さを痛感しております。当初一部銘柄としてデビューなさいました森六ホールディングス、はい、まず、まあ、自己紹介みたいな形でですね、はい、どんな事業内容なのか、そこからご紹介いただけますか？はい、当社グループは化学品のスマート企業として、化学商社の知見と数多くのサプライチェーンとの長年にわたる取引や信頼関係、また子会社の持つものづくり機能を融合させながら、原材料から製品まで幅広い領域で事業を行うケミカル事業と、ホンダ向けの自動車用内外装部品を製造する樹脂加工製品事業を中心にグローバルで事業を展開しております。2つの事業が柱になっていると、はいはい、まずケミカル事業ですね、はい、先ほども触れましたように、化学品のスマート企業として幅広い分野で事業を展開して、特に基礎原材料や、はい、医療薬中間原料、また合成樹脂材料、染料、塗料、電子材料、自動車二輪車向けの部品、また電動工具向けの部品など、原材料から製品まで幅広く事業を行っております。領域としては生活材料、自動車材料、はい、ファインケミカル、はい、コーティングと幅広い分野で使われている製品を取り扱っていらっしゃる、はい、そして2つ目の柱が樹脂加工製品ですね、はい、ホンダ向けの四輪車の内外装部品の開発から製造販売までの一貫体制を構築し、内装部品といたしましてはフロントパネルやエアコンの給排口になっておりますアウトレット、またグローボックス、センターコンソールなど、外装部品といたしましては車の顔の部分にあたりますフロントグリル、車の安定走行に寄与いたしますテールゲートスポイラー、またガソリンの給油口にあたりますフュエルヒラリドなど、外装塗装を施したそういう部品を生産しております。四輪車向け内装部品、外装部品が、はい、大きな柱になっているということですね、はい、こちらには業績の推移を持ってきていただきました。棒グラフが6本並んでますが、過去5期間の実績と、これは一番右側にありますのは19年3月期の、まあ、中期計画での見通しということになっていますね。利益がここにありました。利益がちょっとここ2期間足踏みしていましたが、今期は随分高い伸びを見込んでいらっしゃるようですね、はい、18年3月期は、はい、17年3月期はこちらのグラフのように売上が1700億円、はい、営業利益で63億円、はい、当期純利益1000億で、あの10億でございますけども、はい、これはあの上場に向けて、はい、しっかりと利益が出せる体質にするための、うん、余分なものを削ぎ落としたというような状況でございます。はい、そんな事情がある、はい、で18年3月期の見込みといたしましては、売上で1760億円、営業利益で77億、当期純利益で49億9000万を見込んでおります。また19年3月期はこちらのグラフのように中期計画の一端でございますが、メキシコの新工場も本格稼働になり、また新しく、新規部品の受注拡大もつなげておりますので、こうしたものを取り込んで、はい、このグラフのような実績をしっかりと上げていきたいというふうに言っておりますわかりました、まあ、来期以降も楽しみですね、これね、まあ、そういうふうにしっかりとあの取り組んでまいりますので、はい、よろしくお願いいたします。
そして、御社のですねビジネスモデルの特徴と強みをご紹介いただきたいと思います。はい、同社グループの強みの一つといたしまして、ケミカル事業と樹脂加工製品事業のシナジーによる高効率化の実現でございます。具体的にはケミカルが現地材料を調達し、自社のコンパウンド技術でオリジナルコンパウンド材を製造します。その材料をもとに樹脂加工製品事業が顧客のニーズに合った高品質高性能な、そういうまた低コストな、そういう部品の実現化を図ることでございます。まずはシナジー効果があるというところでしょうか。はい、また樹脂加工製品事業は60年にわたり自動車部品の樹脂化に取り組んでおります。そうした中での培ってきた技術をさらに進化させる、そういう取り組みの中で軽量化薄肉化というそういうものに取り組んでおります。そういう取り組みの中では、はい、金型製作の段階から石入れを行っております。はい、CA 解析による材料の流動解析と、うん、匠による熟練技術を融合させながら自社の工場で金型を製作する、そしてできた金型を量産工場で熟成を繰り返しながら軽量化薄肉化での量産化に向けたそういう仕上げをすると、同時に信頼性や機能性の保証の確立を行います。はい、そうした金型をもとに量産工場ではさらに加色フィルムとか本木目の転合技術を加えて、デザイン性の高い高級感のある部品に仕上げていきます。はい、また塗装技術といたしましても、ボディと材質の異なる樹脂材料に、私ども塗装塗料の調合段階から塗り方まで自社の技術を石入れし、そしてボディと一体化したそういう外観塗装に仕上げる、はい、こういう部品作りで付加価値を持った取り組みを展開しております。高付加価値化に向けてさまざまな技術の蓄積をすでに済ませているということですね。はい、3番目に、はい、本田技研さんと強固なネットワークを使って、はい、顧客の生産拠点と隣接するところで開発生産体制を構築し、現地生産現地供給体制を敷いております。また為替の影響を受けにくい、そういう仕組み作りも整えております。このように日本を中心に北米と日本を2大開発拠点として、また中国タイでも開発機能を持たせた、そういう取り組みを進めております。そしてケミカルですね。はい、ケミカルの方はですね、照射機能としての知見と自社が持つ材料調達またコンパウンド技術、うん、それに子会社の多層フィルムの製造技術を融合させながら医療用の点滴バッグを開発生産しております。また自動車向けといたしまして、異形押し出し技術を用いまして自動車用のドアプロテクターの部品を生産するなど、材料から製品まで顧客のニーズに合ったそういう一手間加えた、そういう提案型の事業を展開しております。あ、そうですか。医療関係の製品を持ってらっしゃる、はい、ということですね。はい、そして、まあ、そうした強みを踏まえて、今後のビジネス展開、成長戦略、どんなことを考えていらっしゃるのか、はい、ご紹介いただけますか。はい、自動車の関連につきましては環境対応とか、自動運転など車作りが大きく変わってきております。うん、特に電気自動車や燃料電池自動車のなどによりまして、より自動車の軽量化が求められます。うん、私どもが長年培ってきた技術ノウハウをさらに進化させながら、部品領域の拡大や派生部品の受注、またボディそのものの樹脂化への取り組み開発、そういうことも進めております。また安全運転や自動化運転というものの普及によりまして、車の室内空間が大きく変わってくると思います。今までの操縦性や機能性を重視したそういう室内から、リビング調の快適性やデザイン性、豪華さ、そういうものを求めるそういう室内空間に変わっていきます。はい、このように
我々を取り巻く事業環境は大きく変わっていきますが、事業そのものはさらに拡大していくと思いますので、今まで培ってきた技術力をさらに進化させると同時に開発力の強化を行いながら、こうした取り組みをしっかりやっていきたいと思います。また同時に、こちらですね、他販の方の拡大にも注力していきます、はい、今年メキシコでフォルクスワーゲン向けの専用工場を立ち上げました。あ、そうですか、はい、現在量産化を行っておりまして、さらに、新しい部品の受注獲得に向けた取り組みを進めておりますので、こちらの方も開発力の強化とともにさらなる、事業の拡大につなげてまいります。お客さんのベースもだいぶ拡大していると、本田さんだけじゃないということになってきますね。はい、わかりました。最後に番組を見ていただいてます、はい、投資家株主の皆さんにメッセージを送っていただけますか。はい、こちらのカメラからお願いします。本日上場いたしましたモニドッグホールディングスです。350年の歴史を経て新たな一歩を踏み出すことになりましたが、現状に満足することなく、さらなる新しいことに積極的に挑戦し、さらなる成長に向け事業拡大また企業価値の向上に取り組んでまいりますので、よろしくお願いをいたします。はい、本日東証一部新規上場しましたモリロクホールディングスの代表取締役社長執行役員三輪重信さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。